ウタツサウルスは、約2億5000万年前から2億4500万年前に、当たる、中世代三畳期前期に生息していた、初期の魚流上目に属する海生爬虫類の属。体は細長く全長は3メートルに達する。模式種ウタツサウルス派体のみが、ウタルサウルス属を構成し、さらには、ウタツサウルス科を構成している。宮城県ウタツ町、立先の海岸に露出した。 い内い層群をわる一層で、最初の化石が発見されている。俗名はそれにちなみ、首相名は発見者である、東北大学名誉教授の破井証拠にちなむ。また、宮城県南三陸町のほか、同県小勝町の小島から2体分の略完全な骨格が発見されている。また、カナダのブリティッシュコロンビア州からも良好な頭部の化石が発見されている。 ウタツサウルスと人の比較後の進化した恐竜とは違い、ウタツサウルスには背びれが存在しなかった。頭骨も幅広くはなく、より丸みを帯びた派生した、恐竜上目と比較すると噴霧の先が細くなっていた。黄岩下骨は後ろ前頭骨の後ろに伸びた突起を覆っており、これは恐竜上目の明白な祖先形質である。葉は非常に小さく、 原始的な、歯みぞに収まっていた。縦に伸びた、歯みぞは、近縁な魚流であるグリッピアより、長くまっすぐ伸びていたと考えられていたが、後にホロタイプの研究から、歯みぞはむしろ直線でなくかつ太いという報告が、なされた。ヒレは小さく、指は5本存在した。また、第一子の縮小と他の指の死骨の増加といった、特殊化も見られる。 尾の下には長いヒレが存在し、全子講子のヒレやを使うというよりも、潜水の前方に40個の円柱状の椎骨が並んでいることからもうなぎのように体をくねらせて泳いでいたと推定されている。ミラノ市立自然史博物館のウタツサウルス化石、ウタツサウルスには祖先である陸上有用膜類と派生した魚類の間の移行段階の特徴が見られる。第一に、 腰帯と脊椎のつながりは、陸上で体を支える、必要のある陸上有用膜類のものほど強固ではなかった。おそらく腸骨とつながっている、潜椎肋骨によって、腰帯は脊椎とつながっているが、潜椎肋骨は潜椎椎骨と融合していない。第2に、ウタツサウルスの上腕骨と大腿骨が同じ長さであり、魚流では上腕骨が長く、 陸上有用膜類では大腿骨が長い。第三に、ウタツサウルスの後足は前肢よりも大きい。ウタツサウルス破体の化石。国立科学博物館の展示カリフォルニア大学バークレー校のモタニ・介、ョウ及び北海道大学の安藤達郎とミノウラメイト1998年に、ウタツサウルスの本来の骨格の歪みを補正するため、CGI を用いて、 化石を再検査した。その結果、ウタツサウルスがペトロラコサウルスのようなトカゲに類似した、ソウユミ類に近縁であり、魚ウワメがトカゲヘビワニの遠い親戚に当たることを発見した。彼らはまた、系統解析を用いて、魚竜メをソウユミ類に分類し、トカゲメの姉妹群とした。2013年には、カナダカルガリー大学のカスバートソンらによる、 系統解析によって、魚流上目が単系統であり、ウタツサウルスとパルビナタトルが基盤的な分類群であると報告した。下のクラドグラムは1999年のモタに、リョスケの論文に基づく。なお、ウタツサウルスを魚流目に位置づける意見もあり、下のクラドグラムはマイッシュと末期の2000年の論文に基づく。ウタツ町、 建先の発掘現場は化石とともに国の天然記念物に指定されているが、1990年2月何者かによって化石の一部が盗掘された。ウタツサウルスのホロタイプは東北大学総合学術博物館に所蔵されており、東北地方太平洋沖地震で魚流館が被った被害は回避できた。ありがとうございます。